はい、こんにちは、白舞です。今日はレビューをねしていこうと思います。はい、こちらのこのボックスをレビューしていきたいと思います。ベータ FPV のシータスプロキット、まあ、キットって言ってるんで FPV ドローンの結構ビギナー向けの全部入りキットみたいな感じです。始めるにあたって必要なアイテムが全部入った上にすでに電池を入れればドローンが飛ぶ状態になってます。で、ドローン始めたい人、今から始めたい初心者とか、まあ始めたい人が、まあ何が知りたいかって、まあ何を使えばいいんですか、どれを買ったらいいんですかっていうのと、いくらで始められますか、これも多分一番聞かれるんですけど、じゃあ白前さんが使ってるのを教えてくださいって言われた場合、まあ、簡単に言うとプロポが5万から6万前後ぐらい、ゴーグルは今使ってるやつは10万ぐらい、充電器とかなんだかんだ入れて20万はかかんないかなぐらいかかっちゃうんですけど、まあ、このシータス、プロ FPV キット、国内のショップでは2万8000円前後、つまり3万切って売ってます。オフィシャルサイトでは 229.99 ドル、2万5000円いかないぐらいで買えます。で、どんな初心者の方に向いてるかっていうと、まあ、ちょっとドローン気になるから手軽に始めてみたい人、実際にねこれにハマるかどうかわかんないし、今はちょっと手軽に始めてみたいっていう人にはもうめっちゃ最高のキットです。じゃあ早速開けていきます。一瞬じゃあちょっとカメラ手元にしようかな。はいはい、というわけで箱開けしていきたいと思います。で、しっかりしたね箱でできてて、で、はい、こちらが中身です。で、まあもう一回ね、一回というか何回か開けたんだけど、ちょっとすごいぐちゃぐちゃになったけど、それはご愛嬌ってことで、で、こういう風にね、ちゃんとバンドで、はい、こうバリバリっとね、剥がせるようになってます。で、ちゃんとね、こうやってしっかりね、中身を固定できるんで、箱の中でこう物がぐちゃぐちゃってならないで済みますね。はい、これ機体です。これは75ミリサイズっていうマイクロドローンで、何が75ミリかっていうと、ここがこのモーターと対角のモーターのここの間が75ミリ、 7.5 センチあるっていうことですね。で、セタスプロ FEV キットはこの75ミリサイズのドローンが入ってます。で、これの1個前にあったシータスキットの方は65ミリサイズ、もうワンサイズ小さいドローンが入ってます。ここにバッテリーを止めて、で、バッテリーのコネクターは BT2.0 っていうコネクターの規格です。はい、プロポです。このジンバルカバー、スティックカバーもね、ついてます。シリコンの、こういうやつね。はい。で、スイッチが上に4つ、SA、SB って書いてあります。これはスイッチ A、スイッチ B ってことですね。で、これが電源ボタン。で、これはモード2になってます。はい、スロットル、用、ピッチ、ロールです。で、電源ボタンの下に USB-C ですね、規格が。で、充電とかもここでできます。こっちにセットアップっていうボタンとバインドっていうボタンがあって、で、これ、じゃん、技的マークってやつですね。これについてはまた後から説明しようと思います。まあ、こうね、ゲーム機のコントローラーみたいにこうやって持つのもありだし、私はちょっと元からこうやって持ってるんで、実際こっちでやろうかな。うん。はい。はい。で、これがね、箱型のゴーグルですね。まあ、なんか白でかっこいいですね。すっきりして。で、ここもね、ふわふわのパッドがついてて。で、中はこういう単眼のね、仕様になってます。これが、電源ボタン。これを右にね、スライドすると電源入ります。で、これが USB-C の。これも充電ですね。で、これが S。S は多分サーチボタンですね。これも後でね、ちょっと使ってみながら説明しようと思います。で、最初は、ここについてないんですけど、バンドつけて、ちゃんとここにもね、つけるようになってます。ここに、ここがね、ちょっとメッシュで、ここジッパーにちゃんとなってて、ちゃんと閉まりますね。私はぐちゃっとしてたから開いてたけど、ここには細々したものが入って、これ、はい、バッテリーです。450mAh。これが2本入ってます。そうですね。私1個、持ち出しちゃって今ここにないんですけど、本来はこれが2本入ってます。で、コネクターは BT2.0 っていうこのコネクターの規格です。で、次、はい。プロペラ。プロペラは4枚、替えのプロペラですね。USB-C のケーブルです。で、これ、
バッテリーの充電器兼バッテリーのチェッカーです。ここにもね、これ USB-C がついてて、C のケーブル、これですね。これをこうやって挿して、で、充電します。チェッカーにもなってるんで、同時にバッテリーのボルテージをチェックすることもいけます。4.16。すでに私が充電したんで、こんだけ入ってますが、元はもうちょっとね、入ってないと思います。買った時はね、3.8 ぐらいじゃないかな。はい。ゴーグルのバンドです。ショップカードみたいな。プロペラ外しですね。このプロペラを外す時に使えます。で、あと、この下に、シータスプロ FV キットのユーザーマニュアル。これね、すごい詳しく載ってて。まぁ、ちょっと英語なんでね。ちょっと英語苦手な人もいると思うんですけど、最近はなんかスマホをかざすだけでね、Google 翻訳してくれたりするんで、まあ、それで見てみてください。割とね、大事なこと書いてます。で、初心者の人にもね、ちょっと知ってほしいこととかが、結構、あ、書いてるな。はいはいはい。なるほど、OK です。で、あとはね、この、クイックスタート、とガイド。ちゃんとモードの説明とかがね、載ってますね。中身はこんな感じです。じゃあ一個一個、ちょっと説明していきたいと思います。じゃあまず、プロポ。ちょっとこ、汚すぎるよね、部屋がね。まあいいや。ちょっとこれでいいじゃん。隠れるじゃん。じゃあこれで、やっていこうかな。で、プロポは、はい、スイッチね、上に4つ。A ボタンがアップすると、アーム。切ると、ディスアーム。アームっていうのは、プロペラが回転し始めるってことです。まだ浮かないですよ。アイドリングみたいな状態。これがオフ。で、まあ、ドローンが浮くときは、アームオンにして、で、このスロットルを上にグーって上げると、ドローンが浮いてきます。ドローンを下げるときは、もちろんこれを下に下げてもいいんですけど、下がりきっても、まだプロペラは回転してます。そこで操縦とかが入っちゃうと、結構ドローンがわちゃわちゃなっちゃうんで、気をつけてね、ドローンを切りたいときは、必ずここのアームスイッチをディスアーム。モーターの回転をオフにしてください。で、この、次、SB ボタン。これですね、この。このボタンが、一番奥に倒れてる時がノーマルモード、で、真ん中がスポーツモード。で、一番こっちに倒すと、マニュアルモードっていうモードになります。ノーマルモードっていうのが、まあ、この機体の今回のこのシータスの一個大事な機能で、そのオプティカルフローっていうコード維持機能がついてるんですよ。で、ノーマルモードはそのコード維持機能が入ってるバージョンですね、一番。なんで、まあ、機体説明するときにちょっとどういう感じの飛びになるか手で説明しようかな。はい。で、スポーツモードは、プティカルフロー、コード維持を切った状態のモードで、ほんで一番最後のマニュアルモードは、機体を平行に保たない。もう完全に機体が360度回転できるようなモードになってます。で、次に、この C ボタンは、スピードを変えるモードです。まあ、奥に倒れてるときがスロー。真ん中がミッド。で、一番この手前側に倒れてる時がファストモード、速いモードです。で、この SD スイッチ。これが VTX のチャンネル変更ボタン。で、これをこのパチン、パチン、パチンって倒すごとに VTX のチャンネルが移動します。で、あと、で、このセットアップボタンっていうのはプロポのキャリブレーションするときに、メインでは使いますね。で、その横にあるのがバインドボタン。まあ、バインドっていうのはドローンとこのコントローラープロポを接続するコネクトする作業です。このキットに入ってるプロポとドローンはもうすでにバインドされた状態で箱の中に入ってます。ただ新しいドローン買ったりとか、あと何らかのなんか事情でプロポとドローンのバインドが切れた場合はまたここでバインドしなきゃいけないんで、その時にこのボタン使います。で、この技的マーク、これがついてないドローンのコントローラーは一応国内では使えないってことになってます。まあこんな風にね、結構わかりやすくここにドーンって書いてあるやつとか、もうちょっとシールで貼ってあるやつとかいろいろあるんですけど、この技的マーク、郵便局のマークに丸したみたいな、そういうのが入ってます。で、次、じゃあドローン行きましょう。これは 75mm サイズで、これよりもう一個小さい 65mm サイズっていうドローンがありますよっていう。それがこれです。ちょっとね、やっぱ小さいですね。もちろんどんどん大きくなるごとにドローンはパワーが上がっていきます。これはさらにこのブラシレスモーターってこの薄っぺらいやつですね。黒いこのここに見えてるやつ。これがそうなんですけど、このブラシレスモーターっていうのを使ってて、ブラシモーターっていうもう一つ別のモーターがあるんで、それがこれ。感情のモーター。これがブラシモーターです。まあね、ブラシモーターとブラシレスモーター違い
というか、いいとこはもちろんそれぞれあるんですけど、ブラシレスモーターはまず、ブラシレスって言ってるぐらいなんで、何かがレスなんですけど、摩擦レスなんですよね。接触しないんですよね、回転するところが。なんで、摩耗しません。なんで、寿命が長いですって言われてます。なんか、寿命ありませんって言われてるんですけど、まあ、ないってことないと思うんで、長くなってます。で、かつ、まあ、パワー効率が摩擦もなくていいんで、もちろんパワーもしっかり出ます。ただ、まあ、マイナス面で言うと、一個ね、複雑というか、モーターを制御する機器を挟むんですよ。で、モーターの回転方向とかを制御しないといけないんで、それのね、設定とかがちょっと慣れてこないと難しいかなっていうのあります。ブラシモーターのこともちょっとざっくり説明すると、こういうね、縦型のやつなんですけど、まあ、若干パワーは弱いんですけど、すごい滑らかに飛ぶし、このモーターの、ここのケーブルの色がね、見えるかな？白、ね、白いやつ、白黒のやつと赤青のやつあるじゃないですか。これってもう缶によって、右回転か左回転かみたいな、こっち巻きに回るのか、こっち巻きに回るのかっていう、もうモーターごとに回転方向が決まってるんですよ。まあそういうね、そういうとこが明確に分かりやすくて簡単だし、その ESC っていう、モーターを制御する機器にはわざわざアクセスしなくていいっていう簡単さはあります。ただ今の主流は、ブラシレスが基本的には主流です。まあ、さっきちょろっと言いましたけど、ここのコネクターはね、BT2.0 っていうコネクターになってます。で、もう2種類コネクターあるんで、機体によってはここのね、バッテリーのコネクターの形が違うんで気をつけてください。ハンダがね、できるぐらい熟練してきたら、ここのコードをね、変えることができるんで、まあ別に違うコネクターが刺さってるやつでも変えることできます。外側のねフレームが二重構造、こう溝があるんですよ。てか衝撃に対してすごい強くなってますね。ちょっとレンズ見えますか？キラキラってしましたよね。これが多分そのコード維持用のセンサーだと思うんだよね。次ゴーグル、はい。ほい、あれよ、はい、はい、入りましたね。ガザガザつってますね。でこれで機体に電源を入れると、あれ、まだ何も映ってないですね。で、そんな時どうすればいいか。ここの隣、横にあるね、このサーチボタン。これを S ボタン。はい、サーチボタンを押すと、このね、はい。見える？手振ってんの見えるね。はい。はい、映るようになります。で、この S ボタンを一回押すと、今自分がなってるバンドの表示をしてくれるみたいです。横向きの矢印のボタンはチャンネルの変更、1チャンネルから8チャンネルまであるんですけど、それの移動。縦向きのね、移動はバンドの移動ですね。そのサーチもできるし、自分で、設定したとこに自分で行くこともできます。それはゴーグルを見ながらね、やってください。で、このゴーグルも充電は USB-C で充電します。で、これはちょっと録画機能がまだないやつですね。これ一眼なんですけど、ドローンレーサーとかが使ってるようなのは、その二眼式のやつが多いです。はい。二眼式のやつがね、雑多なテーブルの上にあったんで持ってきました。はい、これがファットシャークの。これ今ちょっとモジュールついてない。ここにね、本当はいろいろついてるんですけど、こういう感じでね、はい。ここに2個レンズがあって、で、まあ、下にね、この目のね、焦点距離っていうか、を合わせて使うようになってます。これ充電器で、ここにシーサーして充電します。バッテリーを刺すと赤くなります。で、赤くなったら充電中で、充電が終わると、また緑にね、点灯します。で、このテストの方に、USB-C が刺さってない状態で刺すと、こんな感じで 4.08 ってなってますね。こういう風に、バッテリーの現在の容量が出ます。で、大体満充電で 4.3 ぐらい。放電されると 3.5 ぐらいで止めた方が、3.4、3.5 ぐらいで止めた方がいいです。まあ、3以下 2.9、2.8、2.7 とかになるとバッテリーがまあちょっと死ぬので、そこは気をつけて使ってください。だいたい3分ぐらいで下ろすと安全です。はい、これプロペラ外しで、これプロペラ外すときにこのプロペラとモーターの間にガッて突っ込んで、でこうテコの要領でね、こうやってよっよっよって外すんですけど、結構硬いんですよ、プロペラが挟まってんのが。で、これ外すときに、ただね、何も持たずにこれをグイグイやっちゃうと、このモーターの軸が曲がったり、ここが、このフレームがバキッてこう斜めになりすぎて、
死んだりするんで、モーターを指でしっかり押さえてでやるのをおすすめします。でプロペラはね、飛んでっちゃったりとか割れちゃったりした時には必ずね、最初のこのプロペラの向き覚えておいて同じ向きのやつをはめてください。はい、大体こんなもんかな。あ、そうだ、このねガイド結構ね詳しく書いてあったんで、こんななんかねマニュアルがついてるドローンセットってないからちょっと驚きだなあ。そのね、さっき言ったモーターの向きのこととか、あ、いろいろね使い方もちゃんとゴーグルの使い方も書いてありますね。バンド、サーチ、チャンネルね、でこの周波数帯のことも書いてあります。で今回のこのシータスプロキットレビューするにあたって、ちょっと最近そのなんかレビューするときにサクサク行きすぎて初心を忘れてしまったんじゃないかっていうのがあって、っていうかもうそのいつも割とこうプランゼロで始めるんですよ、撮影を。撮り終わった後、あれも言っときゃよかった、これも言っときゃよかったみたいなことが出てくるんですよね。なんでそれを踏まえて今回はツイッターでなんですけど、前もってこのキットレビューしますけど質問ありますかっていうのを投げたんで、それに答えていきたいと思います。質問ね、ツイッターでもらったんでちょっと読んで、それちょっと答えられるのかな。今一応読んだんですよ全部で、まあ物理的に試さなきゃいけないやつもあるんで、まあできるやつと答えれるやつだけここでやろうと思います。オプティカルフローの聞きっぷりとか、コード何メートルまで聞くのとか見てみたいです。一応オプティカルフロー、まあ、コード維持なんですけど、これ結構ね聞いてましたね。しっかり浮いててくれます。もちろんちょっと流れたりはするんですけど、その機体がこうグイグイって上下するっていうことはなかったです。で、まあ、ちょっとねだからそれ見せてくれよって話じゃないですか。やってみましょうかね後で。でコード何メートルまで聞くの、これでもさ7号サイズって正直その外でもね飛ばせるパワーある程度あるんですけど、風吹いてたらそんなに飛ばせないサイズのドローンなんですよ。なのでまあちょっと試せる範囲でね試してみたいと思います。消耗品の代替え有無、購入先など、まあプロポとゴーグルが壊れることほとんどないと思うんですけど、パーツ単位で壊れた場合、例えばプロペラ全部割れちゃったとか、あとバッテリーがちょっともうちょっと欲しいとか、バッテリーの充電器が2個しかできないんで、いっぺんに充電できるやつ欲しいとか、でもちろんベータ FPV のオフィシャルのショップでも売ってるし、国内にもラジコンショップが何個かあるんで、そこで買うことができます。まあ実際買うってのって一番多いのはバッテリー、あとまあプロペラかな。はい、でプロペラこれ買うときサイズありますね。とりあえず全部同じメーカーの同じ種類の同じもプロペラをつけてください。通常のウープ機にステップアップするとした場合の注意点、操作感と。操作感なんですけど、まあそのオプティカルフローが入ってるモードは結構まったりしすぎてて、FPV だとかなりなんかおっとっとってなります。でもまあ初心者の方がこれ始めた時に、例えばはい、まずは最初のノーマルモード、コード維持が入っているモードで練習して、で次に、スポーツモードで、スポーツモードっていうのはには大体やっぱり同じように3つのモードがあって、1個がアングルモード、次がホライゾンモードで、3つ目が、アクロモードって言われているものがあります。でこのアクロっていうのとこっちのマニュアルモードが同じモードです。この機体の、スポーツモードとアングルモードっていうのがほぼ同じモードになります。でどういうことかっていうと、アングルモード、まあ、こっちだとスポーツモードは、まあ、機体をこう傾けて操作して傾けて、で手を離すと一応機体は常に水平に戻ってくれます。でマックスでいける角度はここまで、まあ、設定によるんですけど90度までしか倒れないんで、これ以上、例えばこれを超えて180、360、1回転っていうのはできないんですよ。まあ、ここまで行っても手を離すと水平に戻る、水平に戻るっていうのがアングルモードです。で、マニュアルモード、アクロモードにするとその制限がなくなるんで、こうやってこの機体が斜めになってる状態で、例えば操作をやめちゃうと、これこの機体の角度のままファーって向こうに飛んでいっちゃいます。これがキュッて戻ってくれることがなくなります。ただその代わり、もう自由自在に360度、どの角度でも回れるようになります。これのスポーツモードが、操縦できたら他の機体も全然操縦できます。でこれのマニュアルモード、ペンピンに使えたら普通に
正直レース機でも飛ばせるようにはなると思います。最初から外でね飛ばせる人はアクロモードでやればいいと思うんですけど、室内でしかスタートできない場合はやっぱりアングルモードっていう機体をある程度水平に保つ、まあ補助みたいなものが入るんですけど、これがまあないとちょっときついかなと思います。でこれに慣れたら別に室内でそのマニュアルモードやってもいいし、外でねマニュアルモードガンガン練習して飛ばせるようになったら、レース機にも結構あっさりいけると思います。プロポとゴーグルは正直他のドローンとかでも全然使えるので、機体をどんどんグレードアップさせていくのもありだし、機体がある程度グレードアップしてきて本当に上手かったり、もうじゃあレース出ますみたいになってくると、やっぱりちょっと今のプロポとかゴーグルだと物足りなくなってくることがあると思うんで、そしたらまたそっちもバージョンアップしていけばいいと思います。次ね、無線免許いりますか？いりますね。ゴーグルは別の持ってたら変更できたりするんですか？ゴーグルだけ持ってるパターンかな。ドローン始めるにあたってサクッと必要なものがいくつかあります。あとちょっと軽く知っといた方がいいこと、まずね、始める前に日本国内で FPV ドローンをやるにあたって持ってなきゃいけない免許っていうのがあります。まだねドローンやってない人とかに、ドローンどうやって始めるんですか、何いるんですかとか聞かれるんですけど、免許いりますかってよく聞かれるんですけど、ドローンの免許はいりません。でドローンの免許っていうのは今ありません。で来年2022年からドローンの免許っていうのができますよって言われてるんですけど、現状ではないんで、ドローンの免許持ってますっていう人は多分ね違う免許です。まあいろいろあるんでね、なんか、技能証明書みたいなのとかはあります。ライセンス的なものですね。ドローンの免許はいらないんですけど必要な免許があります。それが、アマチュア無線4級以上の免許です。でこれ何のための免許かっていうと、このドローンって FPV ドローンはここのについてるカメラからこのゴーグルとかモニターに電波を送って映像を見るんですけど、その電波の送信にアマチュア無線っていう電波帯を使ってるんですよ。でその電波帯使うのにはちょっと免許が必要で、ドローンの免許じゃなくてアマチュア無線の免許を取んないと、ダメです。で取り方は2つか、まあ3つとかあんのかな。私が始めた時は2つあって、自分で勉強して、国家資格なんで自分で試験がある日に、まあ、申し込んで試験を受けに行くっていうパターンと、講習を2日間、アマチュア無線4級は講習は2日間で、2日目の最後に簡単なテストがあります。そこをクリアすると免許がもらえます。で私は講習で取って、まあ、なんでかっていうと家で絶対自分で勉強しないのが分かってたからです。講習が2万5000ぐらいだったかな。で、自分で試験だけを受ける場合は5000円ぐらいだと思います。でこっちはちょっと難しいんで、落ちる人の割合は普通にテストを受けた人の方が高いみたいです。無線の免許を取ってください。でその後に無線 その電波を出す機器の開局っていうのをしないといけないんですけど、ドローンを飛ばす前にですよ。これが結構ややこしいし、ここで語ると長くなるし、もうすでにたくさん丁寧にめっちゃわかりやすく説明してくれるサイトがいくらでもあるんで、ドローン無線開局とか FPV ドローン無線開局とか、その辺で調べてもらうといっぱい出てきます。その無線開局するときに必要な系統図っていうのがあるんですけど、これ、国内のショップで、買うと大体ついてます。1枚の紙切れなんですけど、それがないと一応申請できないので、なんでまあちょっと買うときは国内のショップをおすすめします。国内のショップいくつか概要欄に載せておきますけど、だいたい注文してからね1日、まあ関東だと1日ぐらいで届くんですよ。もうすごい今やりたいってなったときにすぐ届いて始めやすいんで、相談もねしやすいと思うので、国内のショップで買ってその系統図も一緒に手に入れるのをおすすめします。そうだ、もう今ゴーグルの質問来てたな。ゴーグルは別の持ってたら変更できたりするんですか？はい、できます。でゴーグルでももうすでになんか別のを持ってた場合、キット買わなくてもいい気もするんですよね。だってもうゴーグル持ってるし。だったらこのプロポ単品売りしてるんですよ。このドローンは単品売りは多分してないけど、別にこのドローンじゃなくてもいいし、高度維持機能どうしても欲しいって言うんだったらこれがいいと思うんですけど、高度維持機能なくても練習は別に可能なんで、ゴーグル持ってたら別にもうこのキット買う必要ないかもしれません。ただ一個、こういう使い方できるんじゃないかなって思ったのは、例えばじゃあ
ゴーグルだけもうすでに持ってるとするじゃないですか。その状態でシータスプロキット買いました。ゴーグルもう一個ありますって時に、ゴーグルをじゃあ例えば、隣にいる友達に貸したり、家族とかと一緒に見たりっていうのはできます。でゴーグルってラジオみたいなもんなんです。周波数を合わせればみんなで同じ映像が見れます。例えばこうやって私が掃除してて、ちょっと私の掃除見てよって言って、例えばじゃあ私が綺麗なお花畑の上をシャーって通るところをこう家族に見せたりもできます。ゴーグル側、その受け側、モニター側の周波数を全部同じ周波数に合わせれば、別に2個と言わず1000個でも1万個でも、その飛んでるドローンから近くにいれば見ることが可能です。ゴーグルが2個あっても、まあ見せるようにできるからいいんじゃないかなと思います。安いしね、全部セットで買っても2万8千ですよ。プラボとゴーグルについて他のドローンで使えるのか解説があるといい。少し上手くなって別のドローンに飛ばしたくなるでしょうから、その時使えるのは買う人にとっては重要だと思います。確かに他のドローンで使えますよ、どっちももちろん。例えば今はこれとこれをセットで使ってるじゃないですか。でもよし、ちょっともうちょっと上手くなってきたから違うドローンに変えたい、はい、これとこれいけますね。この2万8000円で買ったキットの中に入ってたプロポでこれ飛ばせます。この150キロ出るドローン飛ばせます。もちろんちっちゃいドローンも飛ばせます。新しいドローン買うときに完成機で買うのか、あとはまあ自作機、自分で頑張って作り上げるのかの時に気をつけなきゃいけないことは、通常プロポって1個のプロトコル、1個の信号しか出せないんですよ。例えばこれとこれは今、この人は今この人に LINE を使ってメッセージを送信してるとするじゃないですか。でこの人は LINE でそれを受信してると。ただ例えばこの機体に Facebook メッセンジャーしか入ってなくて LINE が入ってない時に、この人 LINE で送信してんのにこの人 Facebook メッセンジャーしか持ってないから、そのメッセージ受信できないじゃないですか。まあ、そういう状態が、起こり得るんですよ。ドローンには受信機っていう、プロポから送信される電波を受信する受信機っていうパーツが絶対載ってるんですけど、その受信機のプロトコルが、自分が使ってるプロポと一緒のタイプなのかっていうのを確認する必要があります。それは、そのショップのページに書いてあったりとかするんで、それで確認してください。で、ただ、この人に関しては、マルチプロトコル、対応なんで3つのプロトコルの受信機にバインドすることができます。でそれが、FR スカイ、まあ、FR スカイというメーカーがあるんですけど、そこで作ってる受信機のプロトコルタイプですね。でもう一つ FR スカイのジャパン MIC バージョンっていう、まあ、日本で使えるバージョンにしたプロトコル、今回ね日本でちゃんと販売できるようにそれをね対応してくれたんで、そのプロトコルが使えます。もう一つデイヤングっていうタイプのプロトコルの受信機も、バインドができます。なんで、新しい機体買うときはプロトコルのタイプに気をつけてください。あの LINE から Facebook メッセンジャーとか WhatsApp にメッセージが送れないのと一緒です。インスタ3605を乗っけてホバリング聞かせながら撮影するような体力あるか。ホバリング聞かせながらどういうことなんだろう。これをオプティカルフローで浮かしっぱなしにするってことかな。多分そのね体力はないと思いますし、そもそも 3,4 分しか飛ばないんで、乗せちゃうと結構バランスの維持は難しくなるし、あの飛んでる時間もすごい短くなるんじゃないかな。あのうちに3605がないんで何とも言えないですけど、ただあのじゃあこのぐらいの機体サイズだとそういう小型のカメラが乗らないかっていうと全然そんなことなくて、はい、もうね家がね散らかっているとすぐ近く何でもありますね、はい、同じ7号サイズのドローンです。こっちもねベースはベータ FPV のドローンなんですけど、これ上に乗ってるの、あの軽量化した GoPro です。もう平べったくなっちゃって見る影もないですけど、でこれだからその GoPro 軽量化してるとはいえ、これだいたい 30g 弱ぐらいはあるんで、それを乗せて飛ぶことできます。まあもちろんね、モーターの種類がちょっと違って、こっちはもうちょっとマイルドなモーターなんで、1102の18000。こっちが1103の8000kV。まあマイルドで言ったらこっちの方がマイルドか。まあパワーもね、ちょっとあるけど。まあパワー自体はね、全然十分あると思うんですけど、高度維持を多分使いたいっていうことだと思うんですね、この質問って。ここに
こういうなんかカメラ、こういう小型のカメラを、これちょっとカメラじゃないけど、こうペッて乗せて、でこのままふわーって浮いててくれますかってことだと思うんですけど、ちょっと難しいんじゃないのかな。じゃあ最後、キャリブレーションはどのようにするか分かりますか？どっちのキャリブかな。はい、こっちのキャリブレーションやりますね。まずこっちのキャリブレーション何かっていうと、このスティックのちゃんとミニマムとマックスがでされてるかってことなんですよね。こう操縦してるのになかなか上に行かないなとか、勝手に右に行っちゃうなとか、そういうなんかおかしな挙動してるときは、まあ、キャリブレーションした方がいいです。やり方はここに電源を押します。テレレ、はい、このね最初に赤で何回か光って青になった後にテレレって言ったら、これ起動してます。で起動した状態でこのセットアップを一回ピッて、今ピッピって、今ピッピ言ってますね。この時にまずプロポの左側のスティックをセンターに合わせて、でもう一回このセットアップをポチッと押します。はい、今ピッピッピッってなってますね。そしたら今度はこのプロポをぐるぐる、四つ角をぐるぐる、四つ角ぐるぐるします。これは端っこがこのプロポのマックスなんだよってこのプロポに教えてあげてるんです。でこのぐるぐるしたら、はい、セットアップをもう一回ポチッと押します。はい、ピーっていって、でここが青に戻ったら、このプロポのキャリブレーションは終わりです。機体のキャリブなんですけど、機体のキャリブは電源入れて OSD メニューっていうのに行くんですけど、 OSD に、ね、入り方だけやっときましょうか。左のスティックを左、真ん中の左で、右のスティックを真上にグッと入れると、見てるねゴーグルの中にあのね文字が出てきます。でその中でいろいろセットアップができるんですよ。でタートルモードもそこでオンにできたりとか、あとはそのキャリブレーションもキャリブっていうところがオンってなってるんで、そこをもう一回ポチってするとキャリブレーションができます。メニューに入ってどうやってメニュー移動するかっていうと、右のスティックで上下に行ったり、右のスティックを右に倒すと決定とか、あと左のスティックを左に倒すとバックとかありますんで、それちょっとねあの自分で見てみるとね分かりやすいです。でこれ別にこのプロポに限定したスティックコマンドじゃなくて、もちろんこういうのでもできます。ただ今のスティックコマンドは、モード2の人限定です。そんな感じですかね。本当は VTX のこともちょっと言った方がいいかなとは思うんですけど、長いんですよこっからゴーグルとかね、本当使い方をめちゃくちゃ分かりやすく書いてたりするサイトのね方とかいるんですよ。なんで概要欄にオフィシャルのサイトだったり、国内ラジコンショップ、あと実店舗型のショップもあるんで、関東圏の人はとても行きやすいと思うんで、そちらも書いておきます。そんなぐらいかな。なんか久しぶりにレビューしたからもうちょっとよくわかんない、いつもさノープランで始めるからこうなるんで、そんな感じですかね。ちょっとまあ買ってからの流れとしては、まあ買うのは多分国内ショップがいいです。そういうさっき言った申請用の書類がついてたり、あと説明書を日本語でつけてくれるショップもあります。あの本当に手軽に始めるキットとしてはおすすめです。まあ、ただねその二度手間というか、本気度はむちゃくちゃ高くて、今後もドローンレースをやっていきたいとか、本当に撮影やっていきたいっていう人はこのキットじゃなくても、最初からそういうプロ仕様のね装備を買うのも全然いいかと思います。最近はショップさんでも特にね白米セットとかもあるんですけど、あとは最後ちょっと告知になるんですけど、もうすぐね、もうすぐというか今これ撮ってる段階で緊急事態宣言が明けてまして、 WTW ウェンズデー東京ウーパーズっていう、ドローンのコミュニティがあります。これはもともと私が初心者だった時に何もわからなかったんで、ちょっとこう知識が持ってる人が遊びに来てくれないかなとか、あとは情報交換したいとか、練習する場所が家しかなかったんで、その時なんかどっかでみんなでワイワイ飛ばしたいなっていうのがあって作ったコミュニティです。で今ここ数ヶ月はそうオンラインのシミュレーターっていうねドローンのゲームがあるんですけど、そのオンライン上でやったりとか、あとはまあ開催をちょっとねやめてたんですけど、そうオフライン開催を復活しようと思いますので、
まあドローン始めたいけど本当にわかんないよっていう人はそっちにまず最初遊びに来ていただければ、結構あの目の前でねたくさんドローンが飛んでるとこも見れるし、一応飛ばす人でだいたい1000円とか1500円、見学の方は無料でやってるのでぜひ遊びに来てください。詳細は Facebook の、WTW グループがあるんですけど、なんかこう赤いねセーター、赤いニットを着た女が渋谷のスクランブル交差点の前でなんかゴーグルつけて立ってるねトップ写真のグループがあるんですけど、それに入っていただければイベントの情報がその都度流れてきます。あとはちょっと言うの初なんですけど、あのよかったと思った方はフォローと、いいねをよろしくお願いします。じゃあそういうことで、またレビューとか、あとは撮影した動画とかをもうちょっとね頻繁に上げていけるように YouTube のね更新度も上げていきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。じゃあありがとうございました。